陶磁器って一口に言っても陶器と磁器って実はありまして、その中でも私のところで主にやるのは磁器です。いわゆる洋食器メーカーさんなんかでご覧になるようなものをベースにしたもので、こうチーンとここ静音がするチーンで綺麗な高い音がするのが磁器の特徴になります。作業は作業という言い方になりますけども、やりだすとやっぱりね、時間経つと乗ってくるんですよ、手を動かすことで。だから好き嫌いってあんまりないんですけども、強いて言えば一鎮というううちの特徴である粘土ケーキのデコレーションで盛り上げて、仕上げていく作業が性に合ってるかなという気はします。絵画と違って立体に絵を描くので、形と絵が合わないか合うかっていうのが、まあね、やってみないとわからないところもあったりとか、あともう一つと色を入れてみたときに色とのバランスがいい悪いっていうのが大体頭でイメージはできるんですけど、やっぱり完成して現物にならないとわからないところは多々ありますので、一つ考えてやらないといけないところではあると思います。こういう、こう繰り返し模様なんですけども、あまりやる人が多くいなくて、これが比較的今うちの代表的なイメージというふうに捉えられている方は多いと思います。器以外のものをやることは比較的多くなってはきています。こういうストルスタイプの照明の、まあ、シェードですよね。シェード部分をこうデザインさせてもらったりとか、いわゆる建築系の部材としてのこうお仕事は増えているようなの現状です。この一鎮のこの手触りを一番気をつけているつもりなんですよ。でっていうのも、手にした時にこう手に当たりが柔らかいというか、触ってて心地いいなと思えないと次使ってもらえない気がして、触ってなんか気持ちいいなとか触り心地いいなと思ってもらえると多分登場回数は増えると思うので、そういったところでやっぱり一番気をつけてはいます。例えばギフトでお友達とかご両親とかプレゼントなさったから、プレゼントした方もなんかちょっと嬉しくなるような、そういう時間をこの器と共に過ごしていただけるようなものを作っていきたいし、そういうものであってほしい、これ願望も込めてですけども、ただ常々思ってます。